最初にですね、午前中に、森と魚、オシロコマの地球温暖化ということで、コーディネートをされた佐々木さんの方でですね、ざっくりちょっと皆さんに、午前中の基調講演とコーディネート、ディスカッションの結果をちょっと報告いただければと思います。皆様大変お疲れ様でした。午前中から夕方この時間まで、皆さん、白熱した議論の中にずっと身を置かれて少々疲れたことではないかと思います。午前中、徳島大の川口さんからですね、オショロコマ、地球温暖化の相関といったことをメインに、お話をいただきました。この中でですね、世界の分布南限にあたる北海道のオショロコマの個体群が実は地球温暖化の影響を世界で一番早く受ける個体群、地域個体群だということをご理解いただけたのではないかと思います。そして、オショロコマというのは水産資源としての利用もありませんし、釣り人にもさほど人気がある魚ではないのですけれども、やはり、世界の分布の南限ということはですね、我々の財産として守っていかなければいけない貴重な資源であると、自然資源であるというところにお気づきいただけたのではないかと思います。川口さんの基調講演の後に、分科会ということで、分科会じゃないですね、パネルディスカッションを、展開したわけですが、パネルディスカッションもまさにこの流れを引き継いで、今まで魚類の保護、淡水魚の保護というとですね、失礼いたしました。今まで淡水魚の保護となるとですね、それを利用する人々、つまり釣り人ですとか、そういう団体による、保護論争あるいは利用論争といったことが中心でしたが、今回はですね、あえてパネラーの方々に釣り団体の方を人選するのはやめました。それで川に市民活動で漁道を作っている浜中ので活動している、川原さん、それから、大雪山東川町でですね、森を舞台に環境教育のプログラムを作っているネオスの山口さんというお二方に登場していただいて、新しい形で川の魚、森の魚、オショロコマは森林と非常に切っても切れない魚ですから、私は従来より森の魚というふうに呼んでるんですが、森の魚、オショロコマと我々がどう向き合っていくかという新しい付き合い方のご提案をいただきました。で、実はディスカッションが跳ねた後にですね、山口さんとお話をしたんですけれども、もう具体的にですね、まずはオショロコマを可愛いと思ってもらう、それから貴重だと思ってもらうための取り組みをいろいろなところでもう来年以降始めようじゃないかという形ですでに盛り上がりつつあります。皆さんからもですね、ディスカッションが跳ねた後に個々にいろいろなご質問をいただきましたし、ご意見もいただきました。その辺を受けてですね、これからオショロコマ、森の魚の声を代弁するようなですね、活動をこれからは、私としても続けていけたらなと思っております。川口さんの講演というのはですね、まさに地球温暖化というところを視点にして話されていましたが、オショロコマが直面している問題というのは実はそれだけではありません。分布南限域であるがため の, その遺伝的な問題ですとか、外圧に非常に弱い、淘汰圧に弱いという問題もあります。そういうことでこれからもですね、私たちはオショロコマに関する情報を発信していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもオショロコマに対する関心を今日きっかけにしてですね、高めていっていただいて、新しい、自然資源との付き合い方というところを考えていただける契機にしていただければなと思っております。以上でございます。ありがとうございました。続きまして分科会の方の報告をお願いいたします。分科会 A のですね、北海道ディフィッシュソンということで、新しいネーミングですけども、よろしくお願いします。
はい、北エントリー寺の内山と申します。文化会 A の、北海道でフィッシュソンをという文化会の方の報告をいたします。こちらの方は、今ご登場いただきましたオフィスマルマの長谷川さん、それからデジタル北海道研究会の渡来さん、それから丁寧里川探検隊の、鈴木さんからのご提案に対して皆さんからご意見を聞くというスタイルで、やらせていただきました。フィッシュソンというと、まあ、あの皆さんバードソンとかフラワーソンとかそれの延長ということで同じものということでお分かりになると思うんですが、魚類に関する生息情報というのがなかなか、北海道これだけ川がたくさんあって広いということもありますし、知られてないということがあります。で、まあ、ご存知の通り、基礎情報がないと何が課題でどうやって守っていったらいいかというのが分からないということで、フィッシュソンの必要性というのは、簡単にご理解いただけたんではないかなと思います。ただ実際にやればいいというものではなくて、魚においてもそのオオシロカマについても、地域性もあれば、いろんな種類がありますので、注意しなきゃならないこともたくさんあると。それで例えばルールが必要ではないかとか、例えば希少種に関する情報が上がってきたときにはどうやって公開をするのかということも論点として挙げられました。でその場合は例えば、1キロメッシュにするとか、もう市町村のの情報に留めてしまうとか、そういった公開の仕方もあるのではないか。それから、まず参加についてのこともあると思います。例えば企業に対してどういう協力を求めていくかというときに、コンサルの方で例えば OB の方を利用したらいいのではないかとか、それからどこから手をつけたらいいかということもあります。これだけ広ければ例えば種を限定して調べていくとか、そういったことも考えていかなければならない。それから希少種、一般種、水産サケマス関係のレイヤーで分けるとか、一緒に例えば河川工作物のことを調べていくということも考えられるのではないかと思います。ということが出ました。で何よりもこれをやる意味というか、大事なことというのが地元の方が参加してですね、自分の地域の河川の情報とか、魚類の生息状況を見て、価値の共有をしていただくと、で自分たちの地元の川を見直していただくという、その、価値というかその、目的、成果みたいなものが一番大事ではないかなというふうに思いました。で、まあ、結論としてというわけではないんですけれども、とにかく参加しやすい方法を、しましょうと、いろいろとデータ生息情報というと同定の仕方によってその使える情報になったり使えない情報になったりするんですけれども、それはまあ後追いでどんどんデータを集めようじゃないかと。最近はGPS 付きカメラでどんどん写真を撮れば位置情報も分かるということで、そういった情報をどんどん集めて GIS を使って、公開していこうというような、結論になったかなと思います。これからこのフィッシュソンについてはこれから動く形になりますので、皆さん関心を持っていただきたいんですけども、フィッシュソンのこちらの文化館に出てきていただいた方にはこのペーパーが入っているとは思うんですけれども、北海道でフィッシュソンを検討会という、検索をしていただくと、それの情報にたど、り着くという形になってますので、ぜひご関心を持ってご覧ください。以上、文化館への報告です。はい、どうもありがとうございます。続きまして文化会 B の方の森林の利活用ということでよろしくお願いいたします。はい、北ネット理事で NPO 法人森の生活の麻生と申します。私からは文化会 B の森林の利活用を促すためにというところの報告をさせていただきたいと思います。こちらの文化会ではですね、森林の利活用を促すという、森林の利活用に、絞ったお話をさせてもらったんですけれども、これをテーマに挙げた理由というのはですね、市民による、市民のための森というのは一体何だろうということを、改めてですね、現場の活動されている方々からのお話を聞いた上で考えてみたかったからです。でここではですね、3団体の方々に、登壇いただいて、お話をいただきました。小見森運営協議会の山口さん、それから、森ネット北海道の陣内さん、それから登別自然活動支援組織モモンガクラブの遠藤さんということでお話をいただきました。非常に面白いお話で、一般の方々がですね、参加しながら、薪作りから、それから林道まで作ってしまったり、あるいは教育だとか、人々の交流の場として森林を使っていくというような取り組みについてお話を
をいただきました。まあ、その中で3つ私の中で印象に残ったお話がありましたので、それをさせていただきたいと思います。まず1つ目はですね、まず人が育つという話ですね。これは面白くて、最初はその場にですね参加しただけの人、例えば子供の遊び場に参加していたお母さんが知らない間に森作りにこう興味を持ってしまって、まあ、あの森ガールとか言いますけど林業ママが生まれてしまったと、まあ、こういう話が非常に面白かったですね。でそれから2つ目が非常に現場重視の活動ということで、なかなかその活動にですね無理解があったりした場合にも、まずその人に、子供たちがですね、とか人々が、まあ、森の中で楽しんでいる場を、まあ、見せることで共感を得ながら、支援者を増やして活動を広げていくと、まあ、そういう手法が取られているということも大変興味深かったです。そして3つ目が、会場にいらした方からの質問というかですね、ご発言で、その方は森づくりボランティアをされている方だったんですけれども、利活用のことを考えて、まで森づくりというのをしたことがなかったという話をいただいて、まあ、今後はその利活用を見通した上での、まあ、森づくりということがお互いに連携しながらですねしていけたらいいというようなお話もいただきました。ということで、人が育つ、参加者から担い手、そして現場重視と、でそれから利活用を見通した森づくりという、この3つが非常に印象に残った分科会でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。分科会審の方は私の方で司会も含めてやらせていただきましたので、ざっくりちょっと報告します。で漁道の方の手作り漁道ということの取り組みということで、まあ、なかなかあのケースとしてですね、まあ、3本が集まって、漁道の報告をする事例発表もなかなか少なかったかなというふうに思いますので、貴重な場になったと思います。で私の方は安平町の駒尾川でですね、まあ、7基の落差庫をいかにまあ簡単な手法で、やるかと、ただし簡単な手法は手法なんですけども、許認可を取るのに大変あの技術者研究者の設計の方が、まあ、コンサルの技術者が関わっていただけなければできない今のまだ現状にあります。でこの仕組みというのは、その後に報告していただいた浜中町の三郎川の漁道、それから伊東の関係のですね死に別川に関わっている漁道、これも全て実はそういう流れになっています。なのでなんとかそういった技術者の方も含めて改めてそういった手作り漁道を作れるような技術者の改めての発掘もですね、まあ、ここもまた人材育成も必要になっていくのではないかなというふうに課題として考えております。で、まあ、3つもそうだったんですけども、地域のですねコンセンサスをいかに協力的に、まあ、作っていくかと、まあ、それぞれのケースはあったんですけども、まあ、酪農地帯であったり、あるいは農業地帯であったり、そういった周辺の人たちと、やっぱり地元の中で、地元の人たちが積極的に関わって自分の流れている川を見つめながらやっていくと、まあ、そういった時に、まあ、川上から川下という、よく俗にそういう言葉があるかと思いますけども、川上の、まあ、上の人が下の人のたちとの交流、ここの接点をなくして前には進まないということが実は言われました。まあ、そんな意味がこの川を考えたりいろんな河川環境を考える上で必要なことだろうと、まあ、その道筋として漁道というのは一つのまあシンボリックですけども、漁道を作るだけではなくて漁道をつなげていけながら人と、それから生息自然環境をしっかり皆さんに広めていくということが必要だろうということが、まあ、最後のまとめとしてですね、報告をしたいというふうに思います。続きまして、外の方、まあ、別会場であのゲームとエコーパズル、エコーゲームですが、私ちょっと見てないので申し訳ないんですけども、どなたに、佐々木さんという方でしたか、どなたに、どなたちょっと前に出ていただいて、同じ同時進行で、エコーの方のゲームパズルもやっていただいてますので、まあ、ちょっと紹介を兼ねてやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと前の方は、はい、いいですか。はい、私はキターネットの会員で、斉藤と申します。全く、こちらの真面目な取り組みとは違う、遊びの精神でちょっといろいろやってましたけど、僕の方は基本的にパズルというこういう
ざっと紹介しないと見てない方もいらっしゃると思うんですけれど、こういう、木の僕の、まあ、こういうパズルで、ジグソーパズルみたいになってこうやって、こういうふうにパズルで、まあ、組み立てていくと、まあ、こういうのをちょっと やってました。結構子どもたちとかも来ていただいてですね、まあ、こちらの方も楽しんでもらったんですけれど、まあ、こればっかりじゃ飽きるなと思って、こういうちょっとモコモコ、こういうのも、こんなでかいのちょっと作れなかったんですけど、小さいやつを作ってもらってたというところです。で、これは、僕が作ってもらったのが10個ぐらいこう作ってもらって、結構楽しんでもらったと。基本的に今までの話が大体外の話ですけど、我々の方はどっちかというと、屋内競技というか、まあ、そういうところで、僕はもともとどっちかというと木育のイメージでちょっとやってたところもあって、で、まあ、木に触れるっていう、まあ、うちの中でも木に触れることが面白いでしょう、まあ、これはちょっとまた違うんですけれど、まあ台は合板ですけれど、で、まあ、そこで毛糸を巻いて、まあ、遊べるというところで、非常に子供たち、結構小さい子供たちも一生懸命毛糸を巻いて楽しそうにやったんで、まあ、それなりに成果があったかなというところでございます。私からは以上です。外のコーナーで木育のパズルの隣でゲームコーナーとかを担当していました。おもちゃコンサルタントという資格を持って、古くて新しい遊びの文化と価値を伝える活動をしています。で、おもちゃコンサルタントとして平たく言うと遊びとおもちゃのエキスパートで、僕の中の得意分野の一つはここにあるけん玉です。ところがけん玉っていうとですね、大体の人が室内競技でですね、一人遊びで強いという印象があるんですけども、今ヨーロッパとかアメリカですごいけん玉がブームになっていて、結構ですね、いろんなアイテムが出ています。例えばですね、こちらのけん玉です。これちょっと触ってみてください。このけん玉は何でできていると思いますか？どうぞ触ってみてください。これですね、実は一般的な木のできているけん玉とはちょっと違います。で、節目とかの模様とかをよく見ると分かるんですけども、実はそこにあるけん玉は竹でできています。竹製のけん玉っていうけん玉を一つできていて、それがすごくよくできています。他にもですね、ここにあるちょっとおしゃれなけん玉、ちょっと回してください。触ってみてください。玉のところ、普通のけん玉と違ってラバータイプっていって、ちょっと握った瞬間にグニュっていう感覚があります。そのグニュっていう感覚があるので、すごくけん玉が吸い付くようにできるというように、素材もすごい凝っている形になっています。そしてこちらにあるけん玉、スプリットというけん玉ですね。同じけん玉でも複数の木を組み合わせたら面白いじゃないかという、そういう発想です。そうするとこういうスプリットというけん玉が生まれたりして、けん玉一つとっても実はすごく新しいです。そして素材とかにもこだわりがないです。裏を返せば、日本というのはけん玉協会の認定のけん玉というのがガチガチで決まっているけれども、アメリカにヨーロッパにはそれがないです。だから素材だってグリップ性があるやつがいいじゃないかとか、新しくこの木と木を組み合わせたこういうスプリットがあってもいいじゃないかというように、けん玉も一つアートとして取り組まれていて、しかもけん玉の技自体もフリースタイルっていって、普通けん玉の技っていうのが一つスパッと決まるとそれで終わりなんだけど、その技と技を組み合わせていろんなスタイルの技を今研究してきて、けん玉の世界大会というのもこの間日本で行われて、日本人全く歯が立たないぐらいですね、すごい今大ブームです。スケボーとかやってると上の上半身空いてるじゃないですか。そこをけん玉やったらもしかしていいんじゃないって言って、けん玉をですね、実際に取り入れたわけです。で、どんなことをやるかというと、例えば普通けん玉っていうのはちょっと技が決まったらよしで終わるわけです。でもそれってつながったら面白いし、歩きながらやったら面白いですよね。で、もしかしてそこにちょっと変化があって面白いなとか、こんな感じで組み合わせたら面白いなとかいう感じでっていう感じのことを言ってみたいと思います。そしてそれかっこいいな、俺もやりたいって言って、どんどん仲間が広がっていく。だからけん玉ってこういうものという常識がある日本人からはかけ離れた、すっごいパフォーマンス性の高いけん玉の文化というのが今海外で養成されていて、それが日本に上陸して逆輸入されているという状況が今生まれています。マイク持って喋る。あ、はい、すみません。これぐらいならいいかなと思ったんですけども。そんなわけでですね、何が言いたかったかというと、けん玉ってこういうものという常識があるとそこで終わっちゃいます。でもけん玉にもこんな可能性があったり、あんな風にしたら面白いじゃないかっていう、その発想の視点が一つ違うだけで、けん玉は一つアーティファクト、アートにもなるし、けん玉の技一つとってもパフォーマンスけん玉、フリースタイルけん玉って海外で呼ばれています。そんな風に新しい視点があるだけでも全然違うものが生まれてくる。そして同じ、例えば森の端材を使ってもこの木とこの木を組み合わせてこんなけん玉を作ったら欲しいですよね。
普通にこれ欲しいですよねっていう、そういう欲しいけん玉を作り出せるっていうですね、新しいスタイルっていうのがたくさんあるんだよというような価値観の変化を伴うような遊びの文化を伝える、それが遊びとおもちゃのエキスパート、おもちゃコンサルタントと呼ばれる人たちです。で、僕はその中の一つ、けん玉っていうのが一つは僕の中の取り柄になっていますので、もし皆さんもですね、なんかあの宴会の会場とかでちょっと余興やってほしいとかいうのがあればですね、いつでも行っていただければ訪問させていただきますので、よろしくお願いしますと PR して締めたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。三尾さん、締めでいいですよね。はい、午前中からですね、本当に長い時間のですね、まあ、冒頭のうちの明間理事長から話があった通り、どうも北ネットの方はまあ長丁場がずっと続いてるんですけども、まあ、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。テーマが、まあ、北の魚の恋を聞こうということで、まあ、いろんなテーマで、魚の環境を含めてですね、我々北海道の自然環境の中の、まあ、森が随分中心に昨今なってますけども、まあ、降った雨はいずれにしても上に降った雨が一滴粒がですね、下の方に流れて海まで行くと、まあ、いうふうに考えるとですね、一粒の水の流れをじっくりですね考えながら、まあ、森林から川から海からということで、またそれがまた戻ってくるというのが魚ではないかなというふうに私は思ってます。まあ、そんな意味で実は私自身もものすごく糸を釣って釣るだけ釣りました。で、私も魚あるいは川から実はこの活動に入りました。で、改めてやっぱり、まあ、森の仕事もしてますけども、森から川から海からということをぜひ次の世代につなげていくことも必要だなというふうに考えています。まあ、皆さんと共に、いろんな場所地域で、今回のフォーラムを機にして、いろんな取り組みまた活発になればいいなということにもあると思います。で、それのためにはこういった交流、まあ、フォーラムも一つの機会だと思いますけども、改めて交流を通じながら触れ合いながらですね、よりより方向に向かっていければなというふうに思います。今日実はちょっと紹介するのを漏れてたんですけども、うちの副理事長のもう一人川岸さんが今一生懸命カメラ回してますので、ご紹介だけなんですけども、川岸さんがそこにおります。それからセブンイレブン記念財団の方から小野さんが後ろの方にいると思いますけども、小野さんが来ますので、まあ、皆さんいろんなところで助成金の活動ですね、いただいているところで、感謝申し上げたいというふうに思います。以上で、以上で、本当に締めたいと思いますので、今日一日大変ご苦労様でございました。